目立て、目立て、ちょっと覚悟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 びっくりした。何よ、ドタバタ覚悟マック、ハンバーガーかな、普通のハンバーガー。はい、っていうわけで、今回ね、阿部ちゃんにやってもらうのは、はい、24時間でハンバーガーランクベルガー。おー、マジか。きつい企画だね。ハンバーガーしか食べれないですからね。他のマックの種類の、あー、もうハンバーガー、ビッグマックとかも食えない。もうハンバーガーオンリーでございます。もう単純に24時間食べまくって何個食えるかってことだよね。そう、そうです。どうですか、どうですかって言われても分かんねえよ。ということで、現在10時56分12時になったらあなたはもうこれしか食べられません。4分後からじゃあもうスタート。そうです。ちょっとさ、なんかモチベーションちょうだいよ。じゃあ1個につき100円とか。じゃあね、5個食ったら500円あげます。いや、1個につき100円。いや、1個につきじゃない、5個食ったら500円。あ、5個食ったら500円。なるほど。じゃあ20、そういう感じの方がモチベーション上がるよ。じゃあもうバイトだと思えばいいのね。そう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 。あと何分、あと3分後出勤ってこと。そうです。12時10分前行動だよ。わかりました。じゃあまあ頑張ります。やりますよ。おお。一応ね、24時間ハンバーガー食いまくったら、はい、体重どうなるかっていうのも多分気になると思うんで、まず食う前に体重測る、今の体重を測ってもらいます。わかりました。じゃあ乗りますね。はい、スタート前の体重、はい、68.8kg です。うーわ、痩せてるやん。24時間後何キロになってるかってことか。そうですね。ああ、出勤時間。え、何個買ってきたの。ここに5個あるんだけど。そう、5個買ってきました。あ、とりあえず5個買ってきた、はい、この5個、今全然お腹空いてるから、この5個とりあえず食べるわ。じゃあ、はい、すっごいな。何なんですか、その感じ。スッと受け入れがすごい。普通の一般人じゃそんなこと言われへんで。いや、バイトだから俺。じゃあ記念すべき1つ目、いただきます。うまいな。美味しいでしょ。あ、うまいわ。何個ぐらい食えるんだろう。24時間だから、いけるとこまで見てみたい。これは阿部氏の限界を。限界ね。限界。やるからにはマジ限界でいくよ。睡眠時間な、消すってな。ここまでやしない。まあでも普通にお腹いっぱいまで限界で食うってなったら、8個9個ぐらいは食えると思うのよ、いっぺんにね。そっから休憩して。そうだね、どれぐらいお腹すくかとか。24時間って大食いしたことないから。確かに。とりあえずじゃあ1個目、ほいー、よいしょー。はい、じゃあ2個目食べます。目標じゃあ決めとこうかな。そうやな、一応目標1000。ごめんなさい。ごめんなさい、本当にふざけました。で、目標30個ぐらいとかな。30? いけるかな。わかんない、マジでわかんない。俺は無理やと思うな。俺1時間に1個のペースでもきついと思うもん、絶対に。確かにね。じゃあ2つ目はい。うん、おお。3つ目続けていきます。あ、3つ目はい。おお。さあ、じゃあ4つ目よいしょ。5個目か。これ食べたら500円。500円、めっちゃ得じゃん俺。そうだね、ただでハンバーガー食えて500円もらえるんだよ。こんないいバイトないぜ。うん、どう、全然まだまだお腹はまあ満たされてるけど、もう食べれないってことではない。うん、おー、カルボが現在12時19分です。すごいペースやで。時給換算したら19分で500円稼いでしょ。そうそう、すごいことになる。まあでもまだお腹空いてるから、ちょっと買いに行くわ、マックじゃ。オーケー。買ってきました、マック。なるべく今日ね、みんな3人でいる間に15個ぐらい食えればいいかなっていう。おお。で、帰ってからまあまた何個か食って、で、また明日何個か食って、ちょっとお金下ろしに行かなきゃいけないかもしれないですね。そうそう、確かに。だからとりあえず今ね、お腹いっぱいになるまで食べようかな、これを。おお。6個目いただきます。まあまあうまいね。ハンバーガーきつそうやな。これカロリーって何キロカロリーぐらいなんだろう。ちょっとカロリー調べてみよう。いいの調べて後悔するよ。カロリー調べたらマジで後悔するから。いや、俺はもう割り切ってるから。割り切った関係だから、もうハンバーガーと。256キロカロリーだ。30個もし食ったとしたら、あ、7000キロカロリーぐらいってことか。成人男性の3日分ぐらいだな。そう考えたら無理か、30個。30
30食ったらすごいぞ。はい、6個目の感想は7個目です。うさ7個感想は8個目全然、ね、それで終わってくれてもいいやろ、ね、俺らは8個で8個で全然、俺らはね。いやいや、誰も望んでない、そんなこと。そこ8個。はい。はい、じゃあ9個目。はい。作戦というか、必勝法は、お腹が空いてる時間もなくそうかなと思って。常にお腹いっぱいで、ちょっと空いたなと思ったら、そこにもう、ぶち込む。そういう戦法ね。そういうスタイルでいいか、俺今回。お前にスポンがつくやるか。別に、スパンつこうとしてない。桃の毛姫ね。あー、お腹いっぱいだなー、やっぱ9個食うと。まあ、まだ2時間ぐらい。うん、しか経ってない。そうでございます。まだ22時間ぐらい残ってる。10個も。はい。よいしょ。10個目です。おい。びっくりすんな。10個目。うん。おい。結構お腹いっぱいだな。もう。そんな頑張った君には、はい、ベルグレードの引っ張るやつをプレゼント。おお。これからいっぱい頑張ることに、そうそう、増えてきますからね。増えてるのね。じゃあ本体もらえるまで頑張ろう。よいしょ。7時前ぐらいです。撮影とかいろいろしてて結構時間経って、お腹は空いてはないけど、まあまあ食べれるかなっていう感じで、いただきます。ちょっとさ、今若干お腹いっぱいで心が折れそうだからさ、勇気が出る言葉でもちょうだい。勇気が出る言葉ね。そう、わかりました。おお。明日の朝に発表します。じゃあ、じゃあスヌーピーの名言を。スヌーピーの名言、はい。僕のことを好きじゃない誰かさんのことでくよくよする必要はないのさ。僕は僕を大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから。そういうのじゃないんだよ。うわ、うん、11個感じ。続けて12個目いきます。おいしょ。全然完食。止まらねえぜ。うん、頑張。やっぱ13個ぐらい食うと飽きてくるな。なんともないシンプルハンバーガーに。いや、それ今日の生活終わったら照り焼きバーガー食えると思って頑張りましょう。それもまた違うな。うん、おいしょ。とりあえずじゃあ、あと2個食べるわ今のうち。14個出ます。じゃあ、うん、14個完食。うん、さあ、15個目最後。うん、完食。おー、よく頑張りました。はい、撮影が終わって帰ってきて寝てました。で、今ね1時1分です。家に帰ってきた時はお腹いっぱいだったんですけど、寝てお腹減ってるってわけじゃないんですけど、まあ結構食べれそうなんで、まだ、まあ、24時間っつってもね、残り少ないんで食べます。16個目かな。まあ、やっぱ味はねうまいんですよね。目標はまあ30なんで、まあ、寝る前までには20ぐらいは稼いときたいな、最低でも。さあ、16個完食。17個目もいきます。一人で食べるの寂しいな。うん、うん、うん、はい、ちょっと休憩で、まあ、動画のね編集とかなんやかんやしてて、3時20分ぐらいです。まあもうちょっと眠たいんですけど、最後にね2つだけ食べて寝ようかなって思います。20個目いただきます。いや、お腹いっぱいだな。マックのハンバーガー1個256キロカロリーで、20個食べたら5120キロカロリー。やっぱ。はい、21個目いただきます。うん、お腹いっぱい。やべえ、もう食いたくねえ。最後、うん、21個完食ということで、もうお腹がすごいいっぱいなんで寝ます。おはようございます。今朝の7時半ぐらいです。
マックを食べるだけのために目覚ましかけて起きました。24時間までね、あと少しなんで、お腹に入るだけ食べようと思います。めっちゃ眠たい。22個目いただきます。こんな早朝にマック食ったの初めて。22個完食。23個完食。25個完食。いやもうちょっときついな。今の段階でもうきついな。これからもうちょっとしたらみんなで集まるんで、その時にね、また何個か食べれたら食べます。お腹いっぱいなんな、もう無理だ。きつい。おはようございます。おはようございます。え、何個食ったやったっけ？今ね、25個食べた。え、あれから家で？家から家で10食べた。さらに1000円稼いだってことですか？そうでございます。だいぶ働いてますね。一応今ね、9時半か、約。9時半で、あと2時間半。追い込むか。あと2時間半どれだけ食べれるかっていうのをあとやります。よっしゃ、じゃあもうね、最後の最後まで悪あがきして食べます。飽きたなもう。切るでしょ。25個も食って飽きるわもう。ハンバーガー書いてあるの、普通のハンバーガーですか？何バーガーですか？それこれハンバーガー。ハンバーガー、照り焼きバーガー入ってみてください。あー、チーズバーガーっぽいですね、それやり直し。厳しい。はい、完食。よっしゃ、飽きた、飽きたよ。俺は山形県出身。あ、そっちの飽きたじゃないよ。あ、27個目完食。おお、こうなったらもう30個いってほしい、マジで。28個目を食べます。今一応10時半です。あと1時間半でどれだけ食べれるか。そっか、24時間あった時間ももう残り1時間と。頑張れい。おっ、はい、今ね11時ぐらいです。勝負だよ、こっから勝負だよ。29個目いただきます。いい、うん、あ、完食。おお、次食ったら30 30個目いただきます。すごい、30個。頑張れ、頑張ってるぞ。いいぞ。お腹いっぱい、助けて。すごい。ラスト一口。よっしゃ。おお、30。今11時38分。まだちょっと時間あるけど、一旦ちょっともう休憩するわ。12時2分。はい、過ぎちゃいました。お出しましょう。終わったー。終了。終わった、終わった。最後までハンバーガーも食べる意識もあったね。やった、終わった。24時間終わった。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。30個。もうすごい。俺絶対買うと思ってたわ。目標は達成できてよかったわ。合計カロリー7680キロカロリー。マジすごいな。やばいやばいやばい。気になる体重ね、どうなってるんやろう。うん、測ってみましょう。はいはい、それでは体重発表。昨日が 68.8キロ。じゃあ乗ります。はい、71.4キロ。うーん、 2.6 キロ増えました。1日で。やば。だって腹パンパンに入ってるもん今。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。バイバイ。それでは安部氏、お疲れ様でした。はい、起業です。